日本東京都葛飾区柴又柴又は東京都葛飾区の地名。現行行政町名は柴又1丁目から柴又7丁目。郵便番号は125-0052。古くから大教寺の門前町として知られていたが、映画、男は辛い世の舞台となったことでさらに広く認知されるようになった。江戸川の西岸に位置し、対岸の千葉県松戸市、矢里地区とを結ぶ渡し船。 矢切りの私の渡しはがある。おおむね住宅地からなり、北には金町が隣接し、北東に金町上水場が立地する。東は江戸川の対岸に千葉県のかやりが、南に鎌倉が、西に高砂と新宿がある。大赦天海隈は環境省の日本の音風景百選に選定されている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、柴又市の29の15の地点で27万5千円、平方メートルとなっている。柴又定借転承創院に残る養老五年、下宇佐国葛鹿群、大島郷戸籍に記されている、島渡りの否定地である。男165人、女205人の42個370人が、居住していたという、以後、 島又の地名は、大永5年の河西三栗や伝数注文に至るまで、文書に多数見受けられ、A62 年の小田原州諸領役長において、初めて、芝又が登場する。近代に入り、南葛飾郡芝又村と合したが、貧しい村は小学校を作ることができなかったため、子供を金町小学校に通学させるために、ほどなくして、同郡金町村と併合して、 同村の一時となった。1932年、東京市に並行され、葛飾区柴又町と名乗り、大教授界隈を一丁目都市他に及び三丁目を設けた。1967年には住居表示の変更が行われ、同区新宿町四丁目の半部を併合、新院域に柴又一の三丁目と町名を付し、九丁を同四の七丁目と改め京に至っている。そのため、 いまだに、芝又町内会には、芝又2丁目と3丁目は含まれておらず、別途、北の町内会が組織されている。芝又八幡神社の社殿下付近は、芝又八幡神社古墳と呼ばれる古墳である。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 柴又駅柴又駅前新柴又駅上記のほか、京成本線、京成金町線、北総鉄道北総線の京成高砂駅も、徒歩県内にある、京成バス京成タウンバス柴又6の7丁目には、団子を売る店が多い。ありがとうございます。